そうね。すごい豪雨と雷です。はあ。雨がなんとか止んだようなので、上着を見に行ってきたいと思います。レッツゴこれより角屋バイクウェア開封の儀を取り行いたいと思います。よろしくお願いします。失礼します。パンパカパーン、パン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 パカパカパカパンパカパカパカパン、メッシュジャケット。わー、早速小雪ちゃんの毛がいっぱいついてる。しかもプロテクターまでつけて買ってしまいました。ちょっと着ちゃいますね。まさかまさか軽屋に手を出すなんてね。重たい、やっぱりプロテクター入ってるから重たい。おお、ほう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 、ふんふん、よいしょ、こんな感じ。ふんふん、背中も肩も肘もプロテクターが入ってます。もう良いと思ってるから買ってんだけどさ。ここにですね、チャックがあり、ポケットもあります。下からも開けられます。まあ良いんだよ、いいじゃん、いい感じですね。良い良い良い、おすすめしていただきました。いいものが買えた。もういくらよ、このジャケットだけで27,500円で、プロテクター、肩、肘、背中入れて、いくらぐらいしたんかな？トータルでですね、34,000円でした。私、1万円を超える服なんて着たことがないんですよ。本当に、この中の、こんなのだって、いくら？ 800 円とか。800円の服着てる女が34,000円のジャケット着るの。バイクって恐ろしい。すごいです。でも、良いのでは？やっぱり好きな服を着てバイク乗りたいじゃん。乗りたいのね。だからもう買っちゃった。高かったけど買っちゃった。まあそんなこんなでメッシュジャケット手に入りました。しっかりプロテクターもついてるので、これで納車に備えたいと思います。ゆきちゃんね。はい、今日は愛ちゃんのバイクに乗る福なりに試用総会にお越しいただきありがとうございます。はい、どうもと言っております。私は気がいいんだよ。はい、じゃあ株主のね、皆さんにね、洋服何がいいか決めてもらいましょうね。こきちゃん一番の株主だってね、一番決定権があるってね。何も喋らんわ。なんで？何も喋らんやんって。うん、何でもすんでもいいわよ。心の綺麗な人には分かります。じゃあそういうことで、はい、こきちゃん。おいで。久しぶり。どうぞこちらをご覧ください。どうですか？何それ、ジャンバー？これジャンバー。プロテクターとかなんか関係でしょ？水筒と触ってみ。ああ、すげえ。ここ背中も。お、すげえ。肩も入っております。角屋さんというバイクのあれでは有名なやつ。買いに行ったとほら、肘触って。カップル買いに行ったと。そう、これ入った買ったと。モリモリやろ。うん、で、こうどう？うん、うんって何？よかよかうんって何よ。いいやろ。うん、でこれに合わせて今日あの人たちを。小雪ちゃん大きくなったね。あんたもね、なんかデブっちょになってるよ。デブっちょ？小雪ちゃんデブっちょって言いました？言いました。グラマーって言ったよ。あ、グラマー、いい言葉やね。グラマーだって。よいしょよいしょよいしょ。もうびっくりしよ。はい、エントリーナンバ
一番。何これ、何スタイル？サロペットです。こう靴中入れたらいいと思ったけど、はい、輪ゴムで止めて、あ、あのバンドみたいなのが売りやろ、売りや、あ、いいや、どう変たまにバイク乗りよったら、あ、違う、サロペットを、サロペットじゃない、プロテクターを履いて履かんと、うん、汗だくなのよ。もう靴から脱がない関係ね、わかる、この苦しみ。ちょっと熱いわこれ、これしゃがんだらね、裾が出てくる、バンドみたいなの、こうやって結局こうやってさ、こうやってなるけんさ、ちょっと裾出てくるよね、うん、どうこの格好、うん、で、バイク可愛くない？うん、可愛い可愛い一回、可愛いは一回返事は一回、可愛いは一回二回言ったらね、可愛くないっていう感じになるやろ。わかった、あ、わかったって。言霊やったっけ、コケのある顔、コケ玉、コケ玉は分かった、こっちはかわいいかわいい一回かわいいわ一回、あ、かわいくない、変ダメかな、ちょっと下に着とうのが暑いけん、もうちょっと薄いやつ着て、夏やけんね、まだ、うん、そう、これがもうちょっとね、愛の足が短いばっかりにたるんたるしてます。大きいとそれ L サイズ、この人、うん、M サイズの着方やろ、多分我々 S サイズに、どう、うん、いかよなんでその値札みたいなあれ取らんとよ、もったいないやん走るかい、だって天下の角屋の天下の角屋のタグよ、もったいなくて着れんと、まだえ、どこ、全国にチェーン店があるか、それとも福岡が、あ、全国にあるよ、うん、え、もバイクの人もっとなんかスポーティーな感服着るやん、それが嫌なんや、あー、あー、洋服からクラシックの、そう、洋服からもクラシックの人になりたいと、うん、で、なんで笑いようとだって、ねえ、なんだって、ね、なんかバカにしよるやろ、伝わってくるよちゃんとコケで乗れるくらいだね、これスカーフでどうやって巻くの、それでいっちゃない、どうでもいっちゃないやろ、うん、あ、うんけどはぁ、なんかクラシックないよね、そうやろ、いいよ、そうやろ、怖いやろ、うん、で、下ちょっと裾が出るけんのか、動きよったら、うん、輪ゴム出て、輪ゴム止めとってなんかバンドがあるっちゃろうけど、バンドまた高いだろ、よいしょ、はい、エントリーナンバー2番、なにこれ、いいよそれ、道国的、どう、ゆきちゃん、あ、わかるね、可愛いと、可愛い、可愛くない、うん、これがいい、ね、なんでうなずくだけなん、あ、いいよって言う、いいって、お母さんもほらお父さんに言葉で言ってもらうのわからんかったやろあれもわからん、言葉で言ってもらわんと、よかよって言うとるやろ、よか、うん、どうでもよかじゃない、うん、ちゃんといいよの意味、うん、いいね、あ、もういいよ、ポケットどこまであるの、それズボンも S よ、それ L、 M、 これ S、 S ユニクロさんです、あ、これいいね、木のやつはちょっと危なそう、うん、うん、危なそう、まあ、どうせなら丈短くして裾を絞っとった、裾キュッて、強さんでこうだと、うん、バイク用品店の、うん、靴、うん、で売ってあるやつ、革、本革よ、高かったの、匂い家具本物の革14,000円、おお、でも14,000円ぐらいであるって、そう、本当はねもうちょっと高かったけど割引でね、うん、この金額になりました、れそれやったらあれでもあそこでもあるじゃない、ワークマンで、あ、ワークマンね、ワークマンは革ある、でこれやったらあんまりさ、うん、プロテクター履いても分からなくない、履いとと、履いとよ、あ、いいよ、それすればね、そこちょっとゴムのとこだけ一つタコって、ま、めくってそこ下さ、うん、そうそう、でちょっとズボン上げて、こういうこと、なんでめくらせると、置いて下げてシャツを、そぐしてきたらって、なんでなんかダブついて見えたけ、ああ、そういうこと、あ、でも短かったらそう見えるのね、めっこちゃんのようなお腹は出せない、10代のようには腹は出せない、あ、だって10代の時から腹出てったやん、あ、どっちが良かった、そっちの方がいい、
すぐがいい。あ、本当、うん、じゃあこれでゆきちゃんはどっちが良かった、うん、これがいいっていう。言わせられよる、大丈夫か。背中かろうたがいい、うん、背中かろうてもちょっと長くない、それちょっと短くしたつもりやったんだって。そうそう、うん、ね、笑うと親の顔が見てみたいやろ。鏡見せよ、親の顔見てみたい。どんな親の顔しとっちゃうのね。どげしさらげな子供ができるじゃん。え、可愛かったね、よかった。さすがにこの服にこのスカーフは合わん。いや、スカーフはいいよ。仮面ライダーみたい、うん、こうやって、こうやってこの、これは合うやろ、この色。合う、うん、あのほら、ズボンがグリーンだけちょっと入ってるけ。そうやね、それはアクセントでいっちゃう。うん、これも合う。うん、どう、ちょっとこれは合わん。いや、いいよ。そうそう、首巻かんでよ、バロンがね。焼けるやん。あともう一個、スーパージョッキースタイル。ご覧、ご覧あれ。ね、誰こんなに脱ぎ散らかしとるの、うん、誰か片付ける、うん、小雪ちゃん、小雪ちゃん一緒片付けようね。すごい、片付けきれんもんね、何もしきれんもんね。すごいビビった顔しとるな。そうやろ、好きやらば逃げたいと思う。よいしょ、どうこのおじさんスタイル。はい、エントリーナンバー3番。おね、パカラッパカラッパカラッパカラの人みたいよね、うん、かわいいよね。うん、それこういうとこ500円。うん、え、かわいい、うん、下に来たのはいいよ、いいよ、反対側にしてもなんかしっくり。そうだろ、このズボンと合ってない。ねえ、夏にこの格好はいかんの、ベスト着て、うん、あ、かわいい、かわいいし、ね、よかった。これ、この後ろがかわいくない、うん、おじさんコーデ、これは夏でもいいやろ。うん、全然わからんやん、あんまりプロテクター、プロテクターしてないやろ。じゃあ、エントリーナンバー1番覚えとる？もう忘れたやろ。つなぎ、サーペット。エントリーナンバー2番、軍服的なやつ、うん。エントリーナンバー3番、こちらのおじさんスタイル。どれがよろしかったでしょうか？ 2 番目、3番目。あ、1番目なし？ 1番目ちょっとなんかね。これも一体。1番目も良かったばって。1番目は、まだ、ちょっと、裾がちょっとあれやって。オーケー。ありがとう。Thank you。なんか言ってくれてもいいや。